法で体が小さくなっちゃった。フルーツドレスに変身して元に戻ろう。魔法よかかれ。え、なになに、木が倒れてる。なんでなんで、今の木に倒れてる。楽しみ楽しみ、なんだったんだろう。割れてたわけじゃないし、パン食べましょう。やっぱこのパン美味しい。なんか体がジンジンする。私たちも体が痛い。私たちがちっちゃくなってる。どうしよう。どこに行った。誰かに助けてもらわなきゃ。すいません、誰か助けてください。あなたたち小さくなって困ってるの。そうだね、どうやったら元に戻れるか。みんな探してて。私たちについてらっしゃい。この男に帰っていいわ。実はさっきまで私たちも小さくされてたんだけど、ここで直してもらったのよ。早速行ってみよう。いらっしゃいませ。あの、このお店に来たら元のサイズに戻れるって聞いたんですけど。ここで作った可愛い服を着たら簡単に元の姿に戻れますよ。お願いします。洋服のテーマはこのガチャガチャで決めるわよ。一人目はスイカ。あなた、この中にドレスの土台が入ってるわ。やっぱりスイカといえばあの色よね。赤。ドレスの土台ができたから着てください。サイズが合うように形を整えて、上にも赤色をくっつけたらキララメパウダーオン。そう、ドレスがキラキラになった。次の卵に入っているのは白と緑。白色を伸ばして一本の線に切ったら、ドレスの下の部分に巻いて、同じように細く切った緑色をまた巻いていくよ。緑にもキララメオン。最後はこれ、何が入ってるのかな。スイカの種だ。種をペタペタペタ、どんどんつけていくよ。色がポップで可愛いスイカドレスの完成。次は左目、何のフルーツかな。中身はブドウ。ブドウドレスを着るのはあなた。ドレスの土台を開けてみよう。何色が入ってるかな。紫。形を整えたら中にどうぞ。スカートの形を整えたら、上半身には緑をつけて、ナスビみたい。ちょっとそれって大丈夫。大丈夫大丈夫、この中身でブドウに近づけるはず。下からブドウを一粒ずつつけていくよ。やった。私ブドウが一番大好きなんだよね。ブドウっぽくなったらキラーメオン。キラキラ。最後に使うのは緑。この緑の生地を伸ばして伸ばして葉っぱの形に切っていくよ。あと4枚くらい同じ葉っぱを切ったら、線を描いて上半身は葉っぱで覆っていくよ。これでつぶつぶブドウドレスの完成。次は3人目、オレンジ。オレンジのドレスはあなた。ドレスの土台は何色かな。黄色。ドレスを着てください。上半身はオレンジにします。次に使うのはこれ、オレンジ。カートにペタッ。どんどんオレンジをつけるよ。この空いたスペースに入れるのはこれだよ。たった自分の気に入るところにつけて、おしゃれなオレンジドレスにするよ。これでオレンジドレスも出来上がり。最後は4人目、キウイ。キウイドレスの土台はもちろん黄緑。ドレスにオン。上ももちろん黄緑でキラキラにチェンジ。次は白と茶色。茶色は薄く伸ばして細長く切るよ。ドレスの一番下にくるくるっと巻いて、薄く伸ばした白はギザギザになるように切っていくよ。この切ったギザギザを巻いていくよ。他に必要なのは何かな。このゴマみたいなのはキウイの種ね。種をたくさんつけたら、つぶつぶキウイドレスの完成。スイカ、ブドウ、オレンジ、キウイ、フルーツドレスに変身。ここでみんなに質問。みんなはスイカドレス、ブドウドレス、オレンジドレス、キウイドレス、どのドレスが一番可愛いと思った？コメント欄で教えてね。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。